はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第4弾をお送りします。で、今回もこのね、5問の理科の問題やっていきますので、まずはここで動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとかちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ。よいしょ。あ、このがいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、いつも通りね、問題はツイッターの方にも貼ってありますので、もし使うようだったらそっちも見てみてください。で、まず1番が仕事ですね。これ中3で勉強する仕事で、単位がジュールと言います。J を使って、ジュール。で、ここはもう公式です。仕事はね。で、仕事の公式は自分よくまあ単位で覚えちゃうんですけど、ニュートンかけるメートルと覚えてください。日本語だと、まあ、力かける距離みたいな覚え方をするんですが、なんで自分単位で覚えさせるかっていうと、今回みたいに単位の引っ掛けが出てくるんです、結構。単位引っ掛けがね。で、どういうことかっていうと、今、問題文で載ってる情報は、300g のものを 150cm 動かすと。で、その時にした仕事は?ということを聞かれてるよね。でも、これだけだと、ニュートンもメートルもないわけですよ。だから、それを生み出さなきゃいけない。で、まず大事なのは、1ニュートン。これ前ね、やりましたけど、これ 100g です。100g が1ニュートンなの。だから、今回 300g って言ってるから、これから3ニュートンっていうのが情報がゲットできる。で、もちろん問題によっては 100g を1ニュートンとしてくださいって指定されることも多いです。多いんですけど、今回はあえて書かないようにしました。まあ、なんでかっていうと覚えてほしいからっていうね。ね、100g 1ニュートンね、覚えておいてください。で、こっちですね、やっぱり。結構ね、100g1 ニュートンっていうのは覚えやすい。まあ、ピンと来てくれるんですけど、力かける距離で行ってしまうと、このまま 3×150 って言ってミスを誘われるというか、ミスしてしまうんだよね。で、メートルじゃなきゃダメなんで、150センチをメートルに直します。まあ、1メートル100センチって考えれば、1.5 メートルって言っても構わないですし、例えば、じゃあ、100センチが1メートルなので、まあ、単位が2個減ってますよね。1とこ100を比べた時に。だから、こっから単位を2個減らせば、ここに小数点移ってくるから 1.5 って、まあ、考えてもいいんですけど、まあ、こういう感じで単位を変える。で、変えた後に、このニュートンとメートルを使って、3×1.5、つまり、4.5 ジュールと、これが答えになります。仕事の部分っていうのは、まあ、仕事率もそうですけど、基本的にもう公式使えば大体倒しやすい問題が出てきます。その代わり、単位の引っ掛けは割かしよく出てくるところなので、まあ、そこに引っかかんないように気をつけてください。あ、で、そうか。次行こうと思ったけど、あれだね。これを復習したい方は、待ってね。3年生の29。この辺の動画を見てみてください。じゃあ次は、まあ、これもよく出てくる、沸点と融点の表がね、書いてあって、で、今回、25度に設定した時に、液体になってるものを全部選びなさいっていう問題。で、まず沸点と融点、まあね、この、まあ、展開じゃないけど、これの復習からいくと、点っていうのは液体から気体になる時の温度。液体が気体ね。で、融点っていうのは固体から液体になる時の温度です。水で考えた時に、まあ、こっち行こうか。融点より下にあったら固体なの。固体。で、融点と沸点の間にあったら液体になります。で、沸点を超えると気体に変わるの。で、それね、水を例えると、水って液体だからここね。でも冷やしちゃって融点より下に来ちゃうと氷になっちゃうの、固体の。逆に液体の水をこうどんどん沸騰させるね、温度を上げてって、沸点を超えると水蒸気っていう気体に変わると。
いいね。まあ、沸点と融点はそういう、まあ、そういう境目だと思ってください。気体と液体と固体のね。で、今回、25度の時に、固体、まあ、液体になってたら、ここにいてほしいんだよね。つまり、25度が、沸点と融点の間にあればいいんです。ちょっと全部やると、時間なくなっちゃうんで、A と B だけ確認しています。A。A は、沸点が743度、めちゃくちゃ高いんだよね。で、融点が280度です。で、25度どこにあるかっていうと、280より下なんで、ここにありますよね。つまり、融点を超えることができてないんで、まだ固体なんです、こいつ。A は。で、同じように B も考えると、52と13です。25どこにいるって、この間にいますよね。融点は超えたんで、液体にはなれたんですけど、沸点は超えてないので、気体には慣れてない。つまり、液体になってるよね。っていう風にわかります。で、これを全部 A、B、C、D、E、F で確認してもらうと、つまりこれ液体なんで、B は OK なんですが、答えは B と、D か。これが答えになります。で、これね、ちょっとピンポイントの動画はあんまないんですけど、まあ、知識としては中1の32度ね。32。このあたりを見てみてください。はい。で、次は火山のとこです。火成岩のうち、斑状組織っていうのを持つ岩石は、マグマが地表や地表付近で急に冷えて固まってできたものです。このような出来方をした岩石をまとめて何というか名称を書きなさい。答えからいきます。答えは、火山岩って、これが答えになります。で、あんまり書くとね、答えがどれか分かりにくくなっちゃうんであれなんですけど、火成岩、もともとね、問題文になった火成岩っていうのは、ちっちゃい書こうか。これね、火成岩。っていうのは、火山岩と、新成岩っていうのに分かれます。まあ、火山の火と神聖の聖を取って火成岩っていうイメージですね。で、そのうちの答えはこっちです、今回。火山岩の方ね。なんですが、簡単に言うと、まあ、マグマがありますよね。マグマがありますと、こう山、この中の方にね。で、噴火とかあるじゃないですか。こう、マグマが上がってきて、地表とか地表付近、つまり、めちゃくちゃ熱かったものが、この辺、まあ、付近ですよね。外に出てきて一気に冷やされるんです。めちゃくちゃ暑かったのが、ね、外の世界で20度とか15度とかそんな世界でしょ？一気に冷やされてできたものが火山岩。今回の答えの方。で、もう一個は、この深いところ、こういうところでじっくりじっくり冷やされる。で、できたものが新成岩っていうんです。いいかな？で、これ全部話しちゃうと、まあ、長くなってしまうので、この辺ね、復習したい方は、これもがっつり動画でやってますんで、一年生の51番、この辺見てみてください。はい、じゃあ次、質量パーセント濃度計算ですね。でもこれは公式、まず行きましょう。これは一応日本語で行こうかな。ここにね、あ、こっちは間違って、なんでもない。溶液分の溶質かける100。入ってるかな上。あ、大丈夫ね。溶液分の溶質かける100。これが質量パーセント濃度です。ごめん。パーセント濃度の単位書き忘れたね。これパーセントね。で、なんで単位やんないかっていうと、溶液も溶質もグラムなんで同じなんですよね。だ単位で区別がつけられないので言葉で覚えてほしいと。で、ここで大事なことは、今回食塩水を使ってます。で、食塩水っていうのは名前からわかるように、食塩と水を混ぜたものです。で、どれが溶質で、どれが溶液なのかっていうところが大事。で、まず、溶液からいきます。液っていうのは混ぜて出来上がったものです。だから今回に言うと、ここ。ちょっと、溶書かなくてごめんね。これ、食塩水が溶液になります。で、食塩と水あったとき、水は液体ですよね。で、食塩は物質ですよね。物質は目に見える。まあ、固体のものですわ。
で、こっちの食塩の方が溶質になります。ここをしっかり覚えてください。で、ちなみに水、これちょっと溶を抜くとあれだから書くね、ちゃんと。これを溶媒って言います。公式の中ではまだ入っては来ないですけど、溶媒です。で、ちなみに、まあ、さっきも言ったように食塩と水を混ぜたものが食塩水なので、溶質と溶媒を混ぜたら溶液になると思ってください。で、ここが確認できたら、あと問題に戻ります。今回 7% は分かってるから、ここ7って分かってる、パーセントがね。で、食塩水が250って言ってるから、溶液も分かってる。で、その時ここに溶けてる食塩の質量いくつだから、ここが分かってないんだよね。分かってないから X っておきます。で、あとでも公式当てはめるだけです。質量パーセント濃度は 7% って書いてるから7ですよね。イコール溶液が250だから250分の X、 溶質ね、 X かける100とこうなります。あとは解くっていうね、これをね。で、まあ、解き方はいろいろあると思うんですけど、まあ、ここまず約分しましょうか。50で約分できるので、5と2になります。で、こっち5分の 2X になるから、ちょっとまとめると、こっちでよ。5分の 2X イコール7になる。で、5分の2が邪魔なので、両辺2分の5をかけましょうと。こうやって。そうすると、これ、しまったな。狭かったな。X イコール2分の35になる。でも理科は分数で答えると×を食らうので、あの2分の35を小数点に直します。35割る2ね。だから17.5g、 これが今回の答えになります。まあ、ここも公式をね、まず掴んでもらって、でこういう風に解いてみてください。で、ここの復習が、これ1年生の27です。入ってるね、入ってるね。で、ここはもう質量パーセント濃度っていうタイトルで動画を撮ってますので、まあ、ちょっと不安な方は見てもらえたらと思います。で、ラスト、こっちの天気ですね。高気圧、低気圧のところで、上から見た地表付近の空気の流れとして、まあ、図として合ってるものどれかってやつです。まあ、これは覚えてるかどうかって話なんですけど、結構出てくるとこなので、でね、個人的な今の俺の覚え方ねは、高気圧を先に覚えちゃうんです、俺。で、どう覚えるかっていうと、高気圧は外に時計回りに出てくるんですっていうのを覚えてるの。つまり時計回りってこっちでしょ。つまりこっちの周りに出ていくの、空気が。だからこういう風に出ていくの、時計回りね、こういう感じって覚えちゃってるんですよ。で、なんでこっちを覚えたらいいかっていうと、これ覚えたら、低気圧は同じカーブなの。こういう、なんか変なね、物体になってますけど。けど、その向きが逆。入っていくから、低気圧は。だから今回問題にもあるように、こういうカーブもありますよね。じゃなくて、高気圧は時計回りに出ていくっていうのを覚えて、同じカーブで向きを変えれば低気圧になるよっていう。で、これに当てはまるのが今回 A です。だから答えは A になります。まあ、これ何表してるか、まあ、ちょっと簡単に説明して終わりにしますけど、高気圧、これどうなってるかっていうと、まあ、真上から見てるんですよ。ちょっと真上だと分かりにくいんで、ここに高気圧あると思ってください。高気圧っていうのは下降気流で、こうやって空気が落ちてきてる、下にね、落ちてきて地面にぶつかって外に出てくるイメージ。で、こっちの図に直すと、上からこうやって空気が降りてきて、出るときに時計回りに空気が出ているんだよってイメージで思ってください。で、逆に低気圧っていうのは空気が集まって、こう上昇気流、だから低気圧があったら上昇気流で空気がこうやって上がっていくの、どんどん。その時にこういう回転で空気が集まって上に上がっていくんだよと、そういう感じになっているっていうのを掴んでもらえたらと思います。で、
で、復習したい方は、ここは2年生の56、ここを見てみてください。よし。では、今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第4弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、ひとまずね、次回、まあ、第5弾まではやると決めたので、また問題集めて刺繍第5弾取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。